セクション4ではベクトルと行列の基本と用語を理解していきますまず最初にベクトルについてです普段私たちが重さや長さ、時間、温度などを数値で表すときにはその大きさだけでその特徴がわかりますこのような量のことをスカラーと呼びますがそれに対して速度や力、加速度といったものは え大きさだけでは表せません例えば速度はどちらの向きに走るかとかえ力はどちらの向きに力をかけるかというように向きという概念と大きさが一括りになってえ一つの量になりますこのような大きさと向きで表される量のことをベクトルと呼びますベクトルを表現するとき例えば点 A から点 B に向かって ベクトルがあった場合にはこの点の名前 AB の上に矢印をつけてベクトル AB という形で表現をしますそしてこのベクトル AB の大きさは線分 AB の長さになります記述するときは絶対値の記号を使います特に大きさが1のベクトルのことを単位ベクトルと呼びますまたこのベクトルを xy 平面上に、えー、記載した時例えば x 座標が a1y 座標が a2 のような点 a に向かって原点からベクトルを作った場合には、えー、x 座標と y 座標の値を使ってこちらのようにベクトルを成分表示することがあります。それぞれを x 成分 y 成分と呼びます。この時 このベクトル A の大きさは A1 の2乗プラス A2 の2乗のルートの値になりますまた先ほどは X 座標と Y 座標を横に並べて書きましたがこれを縦に並べて書くこともあります横に並べた場合は横ベクトル縦に並べた場合を縦ベクトルと呼びます今はこの2次元の場合について 例を示しましたが3次元以上の時にはそれぞれの成分を横に並べて書いていきますまた軸上の単位ベクトルのことを基本ベクトルと呼んでこの基本ベクトルを使うと一般的なベクトルはそれぞれの成分に基本ベクトルをかけた形で表すことができます それではここで、えー、ベクトル A とベクトル B をこちらにお示ししたような成分として、いろいろなベクトルを見ていきます。まず、大きさがゼロのベクトルのことをゼロベクトルと言います。ベクトル A がゼロベクトルのときは、す、え、べ、ー、ての成分がゼロになります。また、えー、ベクトル A と別のベクトルが等しいというときには、 向きと大きさが同じときに等しいと言います例えばベクトル A とベクトル B が同じときにはそれぞれ対応する成分が同じ値になりますさらに逆ベクトルというのもありますベクトル A と大きさが同じだけれども向きが反対のベクトルのことをベクトル A の逆ベクトルと言って例えばベクトル B が ベクトル A の逆ベクトルだった場合には、マイナスの記号をつけて表し、成分はそれぞれマイナスがついた形になります。次にベクトルの演算について見ていきましょう。まず、足し算です。二つのベクトルを足した場合には、一つ目のベクトルの終点と二つ目のベクトルの始点を同じ点にして、 1>, 1つ目のベクトルの支点から2つ目のベクトルの終点を結んだベクトルがこの2つのベクトルの和を表すベクトルとなりますまた別の考え方だと2つのベクトルの支点を合わせて平行四辺形を作りその対角線が和のベクトルを表すようになります新しくできた和のベクトルは2つのベクトルと大きさも向きも違う という点に着目してくださいそして、えー、成分は、えー、それぞれ対応する成分の輪になります引き算は先ほどの逆ベクトルの考え方を使って二、えー、つ目の引く方のベクトルの逆ベクトルを取って、えー、足し算と同じように考えていきます出来上がるベクトルの成分は 対応する成分の差になります。実数倍する場合には、もともとのベクトルの大きさを実数倍する、向きは変わらないというものになって、成分が実数倍されます。さらに、ベクトル特有の演算として、内積というものがあります。2つのベクトルの内積を考えるときには、 この2つののつベクトルのナス角をを使って表現をします内積は2つのベクトルの間に点を打って演算子を表現しますが2つのベクトルの大きさ ×cosθ という値が内積の値になって別の計算の仕方ですと成分を使ってそれぞれ対応する成分の積の和が内積の値になります。 ここでベクトルの活用事例について見て見みましょう、えー、先ほどコンピューターが文書の意味内容を理解するというのはとても難しいというお話をいたしましたが、えー、この文書の意味内容をベクトルによって表現すすることができます例えばこちらのように ABCDE の5つの文書があってそれぞれ「みかん」と「りんご」という2つの単語が、えー、違う数ずつ 含ままれてていいる場合を見ていきます。横軸にりんご縦軸にみかんの出現回数を、えー、取るとして、えー、この文書 A をベクトルで表すと文書 A にはりんごが4回みかんは1回も出てきませんので、えー、こちらのようなベクトルで表され文書 B はりんごが2回出てきてみかんは出てこないのでこのようなベクトルで表されます。一方、文書 C は、 リンゴが5回、そしてみかんが1回出てきますので、このベクトル。え文書 D はえ、それぞれリンゴとみかんが3回ずつ出てくるので、このようなベクトル。そして文書 E は、みかんが3回だけ出てくるので、このようなベクトル。というように、みかんやリンゴの出てくる回数によって、えベクトルで表現することができます。そうすると、その文書がどのような内容を表しているか、 ということがこのベクトルの向きによって表されて内容が近い文書ほどこのベクトルのナす角が小さくなると言えます例えば文書 C と文書 D の類似度を何か数値化しようと思った場合には cosθ の値を使ってあげますえというのは cosθ というのは角度が ゼロに近ければ近いほど1に近づき、大きくなればなるほど0に近づく、そのような特徴を持った値だからです。また、えー、コサインシータは、えー、先ほど説明した内積に含まれていましたので、内積を使って簡単に求めることができます。そうすると、えー、このベクトルで表現された文書の類似度というのが、0以上1以下の値で、えー、類似しているほど大きな値を取る、 というような、えー、数値として表現することができます。次に行列について見ていきましょう。数値や数式を、えー、縦と横に並べたものを行列と言います、えー。縦に m 個、横に n 個数値を並べたものを m かける n 型の行列と呼びます。そして、えー、第 i 行と第 j 列のの交差した部分分値を ij 成分という,ふうに呼びます先ほど説明したベクトル、えー、この横ベクトルの形で書きますと縦方向に1つ横方向に2つ値が並んでいますのでこれは言い方を変えると 1×2 行列ということもできてベクトルは行列の一種であるということもできます。 ここでいな行列を見ていきましょう全ての成分が0になっている行列を0行列行数と列数が等しい行列を正方行列と呼びます。また対角成分以外の成分が全て0になっているような正方行列のことを対角行列と呼んですべ、えー、ての対角成分が1になっている対角行列のことを単位行列と呼びます。 また左下が、えー、全て0であるような行列を上三角行列右上が全て0であるような行列を下三角行列と呼びます。また A の行と列を入れ替えた行列を A の点置行列と呼んで、えー、行列の記号の左上に小さく T と書いて表します。 次に行列の演算をこちらに示したような2つの行列 A ・ B を使って説明いたしますまず足し算です2つの行列の足し算というのはそれぞれ対応する成分の和が成分になった行列になりますまた引き算は対応する成分の差が成分になった行列が出来上がります 実数倍は、えー、各成分を実数倍すするというものですここまでは、えー、普通の足し算引き算実数倍と同じような、えー、感覚で計算ができますが、えー、行列の掛け算というのはちょっと、えー、違ってきます。このように 2×2、えー、の行列を2つ掛け算する場合には答えは、えー、4つ 2×2 の、えー、行列。 になりますけれども、この一行一列の成分というのは、一つ目の行列の一行目と二つ目の行列の一列目のそれぞれ一個目二個目同士を掛け算して足した値になります。この一行二列の成分は、一つ目の行列の一行目と二つ目の行列の二列目を それぞれぞかけて足した値同じように、えー、2行1列の成分は1つ目の行列の2行目と2つ目の行列の1列目をかけて足した値、えー、2行2列の成分は1つ目の行列の2行目と2つ目の行列の2列目をかけて足した値になるというような、えー、このような演算になります。 通常の普通のスカラーの値の掛け算では順番を入れ替えても結果は同じになりますがこの式を見るとえ行列の掛け算は順番を入れ替えるとえ違う行列が出来上がるということが分かります。そしてえある行列の前からかけても後ろからかけてもその結果が単位行列になる。 という場合もありますそのような行列を逆行列と呼んで、えー、右肩にマイナスと小さく書いて表します行列 A の逆行列はこちらに示すような式で表されるのですが、えー、分数の分母が0になるということは禁止されていますのでこの分母に来ている式が0になるような場合には逆行列は存在しません。 ここで行列の活用事例についいてて見ていきましょう、えー、先ほどから何度か出てきたニューラルネットワークですが、えー、この y1 と y2 というニューロンへの入力というのは、えー、その前のニューロンから出てきた x1x2x3 の値にそれぞれ荷重がかけられた和になりますけれども式で書くとこちらのようになります。そうすると 二つのニューロンがあれば二つの式が出来上がるわけですがこれは行列を使ってあげると一つの式で表現をすることができますので何か処理をするときにもとても便利ですまた関係データを表現するのにも行列が活用されます私たちが日頃よく見るウェブページこれがとても便利なのはリンクというものが えー、入っていていそのリンクをクリックすると別のページに飛べるからというそういう理由もあると思いますけれどもその各ページ間にどのようにリンクが貼られているかという状況を、えー、行列で表すことができます、えー、このページからこのページにリンクがある場合は1そうではない場合を0として表すと一つの行列でウェブページのリンク状況が表現できます。また 販売状況、どのような本をどのような年代の人が買っていったのかっていうようなものをまとめて管理しようとする場合にも行列が使えます縦方向に年代横方向に本の種類を並べてそれぞれこう対応するところに何冊本が売れたかというような値を入れておくと1つの行列で複数のデータを管理することができます。 この本の本販売状況ですけれどもどの本がどの年代の方に売れたかというのだけを管理するのであれば先ほどの行列でいいのですが、えー、合わせてどの月にどのぐらい売れたのかという,こう販売月に応じてこう変化を見たいという場合にはこの行列を複数用意する必要があります。そうした時に便利なのが テンソルという概念ですテンソルの概念を使うとこの行列縦と横に並べたものをさらに複数組み合わせて一つのデータとして扱うことができますので3つ以上のの項目の関係性を表現できますテンソルの概念は少し難しいのですが人工知能では使われる概念ですので興味のある方はぜひこの後 学習している見ることをおすすめします。ちなみに、えー、先ほど説明したスカラーはゼロ回のテンソル、ベクトルは一回のテンソルということもできます。えー、このセクションではベクトルというものが大,さと大きさと向きの情報を持っていて、えー、演算によって大きさも向きも、えー、変わるということがわかりました。さらに行列というものを使うと。 複数の値を、えー、まとめて演算することができるということも分かりました